猶予自体はそこまでめちゃくちゃシビアなわけではないです。ジョニーリスペクトのアップ、あとね、こういう安定コンボ、安定コンボもちゃんと用意しとくのはやっぱ大会で安定して勝つ上では大事よね。常に最大は理想ではあるんだけど、まあ、ミスは起こりうるから。年末の川の時のどうなるんだろうね。その普段2人のその普段のやつを見てないから。俺のその、まあ、みんなとそんな変わんない、その情報は。大会の感じ見てどっちかなって感じだけど。まあキャラ的には、まあ、ユリアンの方がいけますが。まあ、川のユリアン戦うまいからどうなるかよ。まあ、あと時戸がその降臨戦ちょっとできないよね。ユリアンほどはまあスト5リーグに出てた人たちだけで言ってもユリアンはまあ数も多いし、まあ、結構そのプレーオフにもう残ってないユリアン使いとかも結構いるから、まあ、その人にやってもらったりできるんだけど、まあ、例えば時戸がそのミズハとはやりづらい。まずいや、ただ水葉とはやりづらい、ね、だから俺もやりづらいですよね。で結局そのプレーオフで当たるからすぐその大晦日、あれ大晦日だっけ30日やって、もうその1週間後とかだからなかなか。
とがめてえな、中間でいけるよな、だろう。あ、見せちゃもう、なんで俺確認してんの。佐古さんとか梅さんは、うん、まあまあ時々優勢だよ。というか、あのレギュレーションは何先？それにもよるな。4先の2先、ああ短いね。平均試合数は10先と同じぐらい。ああ、なるほど。4先で最後までもつれればね。なんか10先でも良さそうやけどね。
漏れるよりは。一方的になった時のことを考えたらいいでしょう。ああ。